吉野誠は埼玉県大宮市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2014年からは阪神タイガースのスカウトを務めている。埼玉県埼玉市見沼区出身。大宮東高では3年の時の埼玉大会で準優勝。高校卒業後は日本大学に進学。東都大学リーグでは2年の秋の入れ替え戦で、 先発3元投して勝利、一部リーグに昇格に貢献。通算38試合登板し14勝15敗、防御率2.24、192奪三振。1999年度、NPB ドラフト会議にて、阪神タイガースから2位指名を受け、契約金1億円、年俸1300万円という条件で入団。背番号は21。 入団時はオーバースローで2000年3月31日の横浜ベースターズ戦の5回裏に3番手でプロ初登板を果たし1回0、3を無失点に抑えた9月28日の中日ドラゴンズ戦ででプロ初先発を果たすも4回5失点で敗戦投手となった同年は34試合に登板防御率3.99で勝ち星は上げられなかった 2001年は15試合の登板に終わった。2002年にサイドスローへ転校が契機となり、また投手コーチの佐藤義則に鍛えられ、この年は35試合に登板し、防御率1点台という投球を見せた。2003年4月13日の読売ジャイアンツ戦で、プロ初勝利を挙げた。これ以降、安藤優也、ジェフ・ウィリアムスと共に中継ぎでフル回転し、 チーム最多の56試合に登板し、チームを18年ぶりのリーグ優勝に貢献した。この年の福岡大英ホークスとの日本シリーズでは7試合中6試合に登板。すべての試合で無失点に抑え、第3戦では勝利投手になった。2004年は23試合の登板に終わった。2005年は藤川球児や久保田智之の台頭で、登板機会はさらに減り、 12試合の登板に終わった。2006年は背番号を47へ変更したが、シーズン初登板が8月26日の読売ジャイアンツ戦となった。この年は8試合の登板で9月2日の横浜戦でプロ初セーブを挙げた。2007年も7試合の登板に終わった。同年のシーズンオフに浜中治と共に安倍健太、平野圭一との2対に交換トレードで、 オリックスバファローズへ移籍。12月3日付で、オリックスの支配下選手に登録された。阪神時代の同僚でオリックスでも、再び同僚となる北川博都氏とは、高校からの学歴やドラフト2位での、阪神入団といった経歴が共通している。オリックスに軍イコールサーパス時代2008年は、左の中継ぎとして43試合に登板した。 セーパ交流戦初戦の5月20日、大阪新戦で3点ビハインドの7回表から、リリーフ登板すると、打者4人を完璧に抑えた。すると、その裏に一気のプロ初打点となる決勝打など打線が、一挙4得点を奪って逆転し、古巣から遺跡後初勝利を挙げ、これが5年ぶりの白星となる、通算2勝目ともなった。7月29日の埼玉西部ライオンズ戦では、 一級敗戦投手となっている。2009年5月10日の対北海道日本ハムファイターズ戦で岸田守の戦線離脱に伴い2001年5月29日の対広島東洋カープ戦以来8年ぶりに先発を務めたが1回1、3を6失点で敗戦投手となった。この年はわずか12試合の登板にとどまり防御率7.50に終わった。 2010年は4月24日の西部戦で1回自席点1、その後4月28日、4月29日の日本ハム戦では2試合連続ワンポイントリリーフで死球を出すという失態を犯し登録抹消。5月29日のヤクルト戦に再び登板する無礼会1、3で自席点4点と打ち込まれ2度目の登録抹消。その後は一軍昇格することなく、 前年度を下回る4試合登板に終わった。2011年は、6月29日に一時、登録抹消されたのを除いては、リリーフとして1年を通じて1軍で登板した。開幕当初は敗戦処理だったが、対左打者でのワンポイントリリーフなどをこなし、移籍後最多となる自身8年ぶりとなる50試合に、登板して、自己最多の12ホールド、防御率は1.19を記録した。 また、50試合登板した中継ぎとしては、吉久は、わずか3つで吉久率0.89と、請求力が改善された。2012年も開幕1軍で、左の中継ぎとして登板し、5月1日の対、ロッテ戦では、アーロムバルディリスの逆転さよならにランにより4年ぶりの勝利投手となる。翌2日も、同点の場面で登板して、無失点に抑えると、 味方打線の援護で2日連続で勝利投手となり、この2日間で過去12年で上げたのと同数の白帽子を上げた。また、試合後にプロ13年目にして初のお立ち台にも上がっている。前半戦は左の中継ぎとして登板してきたが、連投方からか調子を落としていき、7月16日に登録抹消。9月15日に一軍復帰してからは7試合を、 無失点に抑えた。この年は40試合に登板したが、防御率は3.05と前年より悪化した。2013年は開幕戦で救援に失敗すると3月30日にこの年チームで初めて登録を抹消、その後は公式戦での登板の機会がなかった。2013年7月25日に カット・介ケスケとの交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへ移籍。甲府児のつけていた背番号48を継承したが、移籍後も一軍での登板機会がないまま、10月9日に、球団から戦力外通告を受けた。ソフトバンクからの戦力外通告後は、関東地区担当のスカウトに欠員が生じた古巣の、阪神から、公認扱いで、スカウト就任の打診を受けたことを機に、 現役引退を決意。その結果、2014年1月1日付で、阪神の関東地区担当スカウトに就任。2017年の NPB ドラフト会議では、就任後初めて担当選手の指名と入団にこぎつけた。ありがとうございます。